はい、皆さんこんにちは、寺川哲司です。今月号の How to do 画はオータムリーブスということで、紅葉した葉っぱを使っていきます。紅葉の葉っぱというとやっぱり枝物が中心になっていくんですけれども、今月号は朝鮮蓮華を使って、制作していきます。では早速行ってみましょう。どうぞどうぞ。はい、では早速この朝鮮蓮華から入れていきましょう。このようにね、紅葉してます。こう枝物はラインを決めていくのがちょっと難しいですね。はい、こちらで朝鮮蓮華が入りました。次にこの赤ドラセナを入れていきます。はい、では次にこの貴婦人、トルコヒヒョウの貴婦人を入れていきます。はい、貴婦人が入れ終わりました。次にこのボブキャットを入れていきます。次にこのワイルドキャットを入れていきますけど、これは切り分けて入れていきます。はい、ワイルドキャットが入りました。はい、次にこのチューリップのグリーンシードっていうのを入れていきます。チューリップの、まあ、実みたいなものですね。はい、こちらで完成です。では正面から近づいて見てみましょう。どうぞ。はい、こちらのアレンジメントはいかがだったでしょうか。今回はオータムカラーのアレンジメントです。ではまた次回ね、素敵なアレンジメントを作っていきたいと思います。また来月 How to do までお会いしましょう。 See you next time。フラワー TV は毎週やってますから、フラワー TV も同じチャンネルですから、フラワーになってますよ。では。